結末を知っているんだろう。お前は他の連中と似ている。ディアス、マレッティ、ホール、テイラー、私はお前たちの体内を巡りゆっくりと支配していく。だがお前は予想していた以上に強く激しく抵抗してくる。しかしならばなおのこと、私にとっては理想的だ。ロータスタワー、あそこで何があった？この後に及んで協力すると思うか？お前にどんな選択肢が残っている？お前はすでにゲームの駒だ。人類を売り渡す気はないが、いいだろう、付き合ってやる。ロータスタワーの話を。ロータスタワーはカイロの数多い巨大建造物の一つだった。ハキムは垂直都市の支配者として君臨していた。奴は錯乱していた。アンデッドのシンパがカイロからチューリヒへの安全なルートをテイラーに提供した。その襲撃からカリルとエジプト軍が私たちに合流した。テイラーを捕まえればチャンスがあると考えていた。私たちはハキムの部下を排除した。テイラーを捕らえるにはまずスラムの王を倒し、25階のセキュリティステーションに向かわなければならなかった。そこからテイラーを発見し、ハキムが設置したデッドシステムを停止させることで残りのエジプト軍を合流させた。そしてここまで来た。人類の最後の希望だ。失敗すれば終わりだ。私たちはハキムを手早く片付けた。カリルは人々に言った。今が彼らのチャンスだと。聖者が死の町を取り戻す時が来たと。カリルはモバイルショップを設置していたので、私たちはそれを使って25階に行けた。しかし最初は吹き抜け周辺を苦労して進むことがなかった。
セキュリティステーションを占領すると、私たちはデッドシステムを停止させ、カイロの航空支援が入れるようになった。おそらく私たちにチャンスが来る。少なくとも人々にチャンスを与えるだろう。そして我々はテイラーを追った。お前を追ったのだ。セキュリティステーションは封鎖されていて、私たちは前方にエアダクトを抜ける道を見つけた。ヘンドリックスが道を切り開いてくれた。彼は遅れに苛立っていたが、その時は本来の彼ではなかった。不思議だな。なぜ彼に起きたことがわからなかったのだ。単に見ていなかっただけか、あるいは見えないふりをしていたのか。ケインはデッドをオーバーヒートさせた。数分後にエジプト軍のブイトールが戦いに参加することになった。それでジョン・テイラーは？彼は90階の交流所にいた。ただ待ち続けていた。いつでも離れることはできただろうが。私は待っていた。お前を。くたばれ。あれは何だ？ぜひとも知りたい。お前の中の何が仲間のように屈することを拒ませたのだ。私は未だ答えを見つけていない。全知全能なものでさえあらゆる力と知識を得ることはできない。私を誰だと思っている。お前に私が目にしたものを理解できるか。無数の時間軸、コアレッセンスの惨事など決して起きない世界。起きたとしてもゲートが開く代わりに新たな生命体が生まれる世界。しかもそれは地球だけでなく宇宙全体を含めた世界だ。そんな偉業さえ成し遂げられるこの私が人間ごときを操れないと考えるのは侮辱に他ならない。
ヘンドリクスは参っていた。お前が彼を壊したんだ。彼を啓発したのだ。お前にそうしたように。お前のために作った偽の記憶を見てみろ。エチオピアでの臨死体験の除去を試み、ラムセスの記憶に私自身を加えたんだ。お前につきまとう者からお前を守った。私の動機を理解させなかった。ああ、これはお前の妹ドロスとの戦争なんだろう。奴隷の援軍でも引き連れない限り、お前には勝ち目のない戦いだ。いいか、決して私をバカにするな。そして彼がいた、ジョン・テイラーだ。この5年間がこの一瞬に集約される。お前はためらっていた。そこで彼を殺すこともできたが、ためらっていた。何年も失敗から逃げ続け、引き金を引けなかったのだ。求めていたものが目の前にあるのに、お前はやめた。何だ、そこまで近づいてそこでやめる理由とは。慈悲だったのか、後悔か。違う、ヘンドリクスだ。彼はテイラーを解き伏せようと考えを変えさせようとした。
一瞬ヘンドリクスの目に光が戻るのが見えた。私は彼を見た。これはヘンドリクスとの最後の思い出の一つだ。ずっと前、あんな事態が起きる以前の。ヘンドリクスが訴えると同時にテイラーが遠ざかるのを見ていた。必然性を感じた。私たちはこの戦争に勝てないだろう。だがいつも通りお前は続行した。これは私たちが作った世界だ。他にやることがあるか。やらせておけばいい。まるで操り人形だな。お前にどんな選択肢がある、デーモス。ここはお前が作った世界なんだぞ。2に向かっていた。 NRC が屋上に飛行場を作っていて、それが回路からの脱出手段だった。エジプト軍が支援に駆けつけ、私たちはスカイブリッジを渡った。
2に入って何が起きたんだ。また故障だ。 DNI が聞くがいい。私の声だけに耳を傾けろ。私を信じろ。奴を勝たせるんだ。デイモスを倒す唯一の方法、奴に勝利を与えろ。お前には奴の想像を超えた力がある。お前なら救える。まだ救えるんだ、全ての人々を。ヘンドリクスが私たちの目を覚ましてくれた。タワー2は地獄で、放棄されたロボット施設には故障したロボットやアンデッドがあふれ返っていた。私たちは進むしかなかった。正直言って、我々の会話、今は私が話しているが、相当な旅だった。未だにお前は服従を拒んでいる。お前のような人間には会ったことがない。明らかに独特だ。お前は本当に人類にわずかな可能性を与えた。この時には私がお前を誘惑し待ち続けているのをお前は知っていた。ヘンドリクスはもう必要なかった。退屈だったからな。お前が欲しかった。彼には余計なことができなくなるものを与えた。お前は私を追った。どんな感じだ、最後に一度彼を見るというのは。ある瞬間彼はお前といる。次の瞬間、この後どうなるかは分かっている。私は海保を離れる予定だった。先に進む時期だったが、まだ居残っていた。だがちょうどその時、お前に全神経を集中させていた。お前の抵抗力、希望を生もうとしない姿勢、お前が何から作られたのか確認したくなった。マザーシップだ。撃ち落とすにはスラスターを破壊するしかなかった。もっと強力なものが必要だった。お前は投げられるものは何でも私に投げつけてきた。
マザーシップは墜落し、私は屋上で動けなくなった。動けない、囚われた。大声で叫んだが、そこには誰もいなかった。私が好奇心に打ち勝った今、お前は邪魔者に過ぎなかった。もう気を散らすものは必要なかった。この世界からお前を取り除く時が来たのだ。そしてテイラーは計画を実行する媒体に過ぎなかった。お前は手を挙げて彼を阻止しようと、彼を説得しようとした。しかし何かが起きた。変化だ。彼が変わった。彼はそれを何だと言った？彼はお前を頭から追い出さないといけないと言った。彼は私たちを操っていた手段である DNI をむしり取った。彼はお前に何と言った？ケインについて聞いてきた。何らかの形で彼は彼女の正体を知ったのだ。彼は彼女を信用するように言ってきた。どうやって知ったのかはわからない。そして私の操り人形が登場したわけだな。ヘンドリックス、彼は感染していた。テイラーのように、私のように。コアレッセンスシンガポールで5年前に起きたんだ。彼がディアスに干渉した時だ。確かめるべきだった。知っておくべきだった。最初からお前が彼に取り付いていたんだ。お前たち人間とお前たちの始まりと終わりだ。自滅したとしても不思議はない。だからお前に終わりを与えた。あそこで見殺しにしたのだ。ヘンドリクスが絶滅の媒体となる。お前のガーディアンエンジェルだ。彼女がお前を死なせない。彼女がお前を助けた。再び運よく死を免れる手助けをした。彼女はお前を死なせない。お前は疲れていたに違いない。戦うことに、逃げることに、生きることに。どんな感じだ？死だけを望んでいる時に許し拾いするというのは。彼女はお前に何を言いたかったんだ？彼が望む通りにしろ。デイモスに望むものを与えろ。信用しろ。全てうまくいく。チューリヒに向かったヘンドリクスを阻止するため、お前を阻止するため、終わらせるため。